毎月ね、まるがいよんほうほうおいほう。史実明らかな説明もなあらなんあいけんえんエレドンを学び出してのおそんなつかんたんあけおんを泣いて誰呼ぶあけがらすかわちゅう平野の空よりもきねまるいかがなるやら皆様に白星へながらも一生懸命に勤めましょう。空よいとこさ空よいやさ永遠花の奥のもちゃんのあのもみじ短い朝をいよんほうほうおいほうあんやこらしえどこいし今日の虹で生き抜いてんねいさ弱気を助ける一男を金星一丁感覚数あるなんあんなかに人間一人市民のおうちをもちょうかんがにぎわくんさらちゅうとよさあらに数えにてきんせいえいえいえいの教学不便のあるなあんかんがに昭和の身を見直あげたいくまやめからわくみずであんはんがんおどこだがて河内の運だかいじ若き鉄子の半世紀に一本を男は売り出す物語空よいとこさ空よいやさあんあんこんをくるわん愛称を八年のえおうごめん騒動なそこの時にそれおいらも男と生まれたが三つ子で死するためのイヤンホー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 なに乗るのもかかごかつくのかんが寂しいお寺で味噌するかんが愛に一点ちろんのくんの才能めまかせさらよいとこさらよいやさらさらええた愛称の人間おこめがあたれなかいこめて できた子供に父がない歌の文句に送られてんげえ十トンの七歳はえるし2月半生まれ故郷後の河内の国はんが振り割り村を後にしてんげえ勘が軽やん浅いもんこと笑ってんだけ空よいとこさ空よいやさ永遠更新技術の反転前と言い西県東東がみんながみんなが聞いたかいよんほうほうおいほい空よいとこさ一人旅に違反
や関西線は平野駅から汽車に乗り銀髪銀髪の名に越えて着いたところなんが何しよう広い日本の北の果て北海道はゆくがりの炭鉱町に人と暗示と求めて大原国との世話になり三死いた薬草の名明け暮れに掃除洗濯風呂だけと朝が朝潮は用心今に見ている男になるぞ軍がうちも岩がなんだキャビレンも言わずアスリート口はイオンホーホーオイホイマンヤコラシエドコイシー大原組の親分番が根室町にと住まいす町の良くない悪が多い役でその名が根室のご本尊に借りたお金金が20万石が積もって50万返す力がなかった乱雲ゆさりの炭鉱さっくりこのまま裏にてたうるごしのすごい短歌で乗り込んでゴンゴザめくって短歌でつかみ孔明の袋に連れて平時公文で肩に担いで牛頃の石の川に照らせ残らずもらって行くぜ文句があるならいつでも来いとやるぜ憎い短歌で帰ろうとしたんあら隅の方から産地だやこの鉄熊が待っておくれよ牛頃さんへおいでおかえりその寺線をにっこり笑った度胸のよさに何をいや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 、おめえはカラチの芋くらいじゃないかい黒竹め、お、牛カラチの国にもハメがいる、お手の出しようじゃあぶりと言うぜ言うが早いがって首つかむ
少しもののおあん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 見事に牛頃うん気絶したやつ鉄熊がカミソリ片手に丸坊主後で気が付き牛頃もあんが頭ん抱えんげて逃げ帰る収まらないのがゴンゾイかい兄貴の敵や子分の勘が単が飽き数に任せて300名手に手に長ロスピストル切りおからいかに押した明日